ペソ人への手紙第2章。さて、あなた方は先には自分の罪かと罪とによって死んでいたものであって、かつてはそれらの中で固有の世の習わしに従い、空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。しかるに憐れみに富む神は、私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、罪化によって死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来るべき世々に示すためであった。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。だから記憶しておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であって、手で行った肉の割礼あるものと称せられる人々からは無割礼のものと呼ばれており、またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中で希望もなく神もないものであった。ところがあなた方はこのように以前は遠く離れていたが、今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなったのである。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。それから彼は来られた上で遠く離れているあなた方に平和を述べ伝え、また近くにいる者たちにも平和を述べ伝えられたのである。というのは彼によって私たち両方のものが一つの御霊の中にあって父の身元に近づくことができるからである。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が隅の頭、石である。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて、霊なる神の住まいとなるのである。